Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to another preview video for Yakuza 6, The Song of Life, sponsored by RageWorks.net. Today we learn that the Dragon of Dojima is amphibious as he tackles the world's best octopus. So, what do you think? I'm not sure. What do you think? Oh, Kiryu-san. What are you? Eh? I don't know?キリュウさん、この人超有名な世界的野球選手、ゴルチャフケンジさんですよ。ほう、そうなのか。で、その有名選手がこんなとこで何してんだ。実はタコが食べたいそうでして。タコ？この海にはの、世界で一番うまいと言われる伝説の巨大なタコが生息しちょるんよ。その名もデリシャスオクトパス。デリシャスオクトパス。実はそいつはめちゃくちゃでかくて凶暴での、見つけてもそう簡単に取ることはできんのよ。前に噂を聞いて取りに行った漁師がそいつにやられて帰ってこんかったって話もある。ほう、そんな奴がいるのか。だがそのタコはめちゃくちゃうまいんだ。世界的な有名人の僕をこんな田舎に引き寄せるくらいにね。このゴルチョフさんはかつて食べたそのタコの味に魅了されてわざわざやってきたってわけよ。それなのに怪我してるからタコが取れないなんてありえないっすよ。なんとかして漁に出てタコ取ってきてくれよ。何でもするからさ。だから無理じゃけん。怪我してなくても危ないんよ、あいつは。面白そうじゃねえか。その話、俺が乗ってやるぜ。え？キリュウさんが？ああ、だが俺もただのお人よしじゃねえ。あんたさっき何でもするって言ったよな。は、はい。ならそのタコを食わせてやる代わりに、うちの草野球チームに入ってもらう。それでいいか？あんた野球うまいんだろ？は、はい。それくらいなら喜んで。よし、話はまとまったな。じゃあそいつのいる場所にも船を出すようにするけん、いつでも声かけてくれや。わかった。よろしくお願いします。キリュウさん、漁に行くんね。よし、じゃあ船を出すけ。今回も大量を狙うぜ。さあ、漁を始めるか。あれ、
けたぜ。大量だな。いやー、美味しかったですね、あのタコ。ああ、わしも死ぬ前にもう一度食いてえと思っちゃったが、キリュウさんのおかげじゃの。あ、そうだキリュウさん、さっきの漁の報酬です。これどうぞ。おう、ありがとうな。ああ、食った食った。どうだ、満足したか。はい。最高の味でした。これで来シーズンも頑張れそうです。そりゃよかった。じゃあ約束守ってもらうぜ。もちろんお安い御用です。自分にとってもいい気分転換になりますしね。キリュウさんのチーム入らせてもらいます。おう、よろしくな。エビでタイを釣るって言葉がありますけど、まさかタコで野球選手を釣っちゃうなんて。ああ、わしも長いこと生きてきたけど、あんな人は初めてじゃ。変なやつじゃの。はい、変な人です。おい、何喋ってるんだ。お、天野がキリさんに惚れたって話をしとったんよ。何言ってるんですか。違いますよ。
照れなくてもいいじゃろもうイサオさんたら